デビューチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。志尊淳ですと堀井新太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで今回ドラマのねことをいろいろお話ししたいと思うんですけど、志尊くんお願いします。はい、僕たちが出演します金曜ドラマ表参道高校合唱部が7月17日金曜日夜10時からスタートします。はい、これはですね、うん、合唱が大好きな女の子が廃部寸前の合唱部を立て直し、うん、歌の力で奇跡を起こす笑いあり涙ありの感動青春ストーリーになっております。そうですね、はい、これいろんな人に見てほしいんですけど、見てほしいですね。見どころはどこですか。見どころ、はい、合唱している時の僕たちの顔、そして歌声に乗せる思い、それを見てほしいなと。そうですね、そこをぜひ注目していただいて、皆さんもね、はい、合唱を通していろいろなものを感じ取っていただければなというふうに思っております。はい、あとですね、はい、今回デビューチャンネルということで、はい、これからデビューする子たちに何か思いがあれば、志尊淳くん一言でいいんでお願いします。その後僕もバーンとしゃべる。いや、もう僕もオーディションを受けてこの業界に入ったんですけどあ、そうなんですか。やっぱり、ね、じゃあその思いを、はい、大きな声で、ね、言わせてやっぱりですね、僕もまさかここの立場にいる、ここの立場になるとは全く思ってなかったので、皆さん一回でもやりたいと思ったらぜひ応募してみてください。やってみなきゃわからないですから、後悔をする前にぜひやってみてください。それでは締めをお願いします、堀さん。はい、ということでデビューチャンネル見ていただいてありがとうございました。夢に向かって頑張りましょう。以上、堀新太と志尊淳でした。ありがとうございました。